アイアムレジェンド、アイアムレジェンド、アイアムレジェンドは2007年に制作されたワーナーブラザース配給の SF 映画である。リチャード・マシスンの小説、アイアムレジェンド、日本語版は映画化に合わせて地球最後の男からアイアムレジェンドに解題されたの3度目の映画化作品。2007年12月14日、日米同時公開された。日本での興行収入は43億円。 2012年、廃墟と化したニューヨーク。元米国陸軍中佐であり、科学者のロバート・ネビルは、3年もの間、シェパードの愛犬サムだけを家族として、動物園から逃げ出したインパラを借り、公園でトウモロコシを収穫する生活を送り、1日も、欠かさず生存者を求めて、メッセージを発信し続けていた。ネビルは、ウイルス感染により、 世界人口60億人のほとんどが絶滅してゆく、中で生き残っ、っニューヨークでたった一人の生存者なのである。それから遡ること3年前の2009年、女性科学者、アリス・クリピン博士が、ハシカウイルスをもとに、がんの治療薬を開発した。治療薬は1万9人のがん患者に試験投与され、全員が治癒した。だが、試験投与された一万九人のうち五千人から、 狂犬病のような症状が出始め、治療薬のウイルスが人間を死にばらしめる KV クリピンウイルスに突然変異していることがわかる。ニューヨークが KV の感染源になったことで、大統領は軍を出動させニューヨークを封鎖したが、KV は空気感染によって世界中へと拡散していった。KV の致死率は90%。 60億人のうち54億人が死亡したが、残りの10%は免疫を持っており、生き延びることができた。しかし6億人のうち98%は、全身の体毛と太陽光、紫外線への耐性を失い、常人を遥かに上回る身体能力を得て、他の人間を襲って捕食するダークシーカーに変貌してしまった。KV に免疫があり、なおかつ、 ダークシーカー化を免れたネビルは家族を失いながらも人気が大廃墟と化したニューヨークで生き残っていた。別れ際にネビルの娘がネビルを守るよう言いつけた子犬のサムも成長しネビルと共に昼間は野生動物を狩り夜になると活動を始めるダークシーカーの群れを警戒しながら寄り添ってくれらしいた。一方でネビルは自宅地下の研究室で KV の研究を続け ダークシーカーを人間に戻す結成のテストのために、マウスや生け取りにしたダークシーカーをサンプルにした実験を繰り返してた。研究に見込みが出てきたある日、臨床実験のために一人の女性ダークシーカーを生け取りにしたことで、ネビルは群れを率いるダークシーカーのボスから必要に狙われるようになる。その後ネビルはダークシーカーに襲われサムを失ってしまう。ネビルは ダークシーカーに復讐するために罠を仕掛け、ダークシーカーを車で引き殺すが、自身も殺されそうになる。しかし、3年間無線で送り続けたメッセージを、聞いてやってきたアナとその子供のイーサンによって、毎発のところで救われるのだった。自分以外の生存者と、久しぶりに遭遇したネビルだったが、生存者たちが暮らしている北部のコロニーがあるという、アナの高等向けな話を聞かされ、 怒りながら自分は、あくまで、KV の感染源となったニューヨークに残ると言い放ち、アナの北部への旅立ちの誘いを拒絶する。しかし、ネビルを救った、サイのアナの不注意な行動が災いして、この時すでに、ネビルの家は、ダークシーカーの群れに突き止められてしまっていた。夜になると、ダークシーカーの群れが、ネビルの家へ襲撃を開始する。必死に防戦するネビルだったが、 群れのボスが屋内へ侵入するのを許してしまう。アナとイーサンを連れて地下の研究室に逃れたネビルが見たものは血清をテスト投与したダークシーカーの女性が人間へ戻りつつある姿だった。ネビルはそのダークシーカーから血液を採取するとそれをアナに託す。女性を奪い返そうと捨て身の攻撃を続ける群れのボスと対峙して死を覚悟したネビルは 手榴弾を抱えて、ステ身で攻撃し、死亡する。その後、アナたちはコロニーに到着し、ネビルの採取した血液を届けた。そして、ネビルは、ダークシーガーを人間に戻す血清を開発した人物として伝説となったのだった。1990年には、監督に、リドリー・スコット、主演に、アーノルド・シュワルツネッガーを据えての映画化企画があったが、 高額な制作費のため1998年にキャンセルとなった。オリジナル版である地球最後の男における集団でゆっくりと歩く吸血鬼と家に立てこもる。主人公という描写はジョージ・エロメロ監督のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドに大きな影響を与えたとされる。本作に登場するダーク・シーカーは一見する取理性を持たない。 モンスターのようだが、群れで行動する、両犬、ダークシーカー化しているを用いる、ネビルの執着を理解して、おとりを用た罠を仕掛ける、特定の個体への執着を見せるなど、劇中では、その行動から、ある程度の知能を有し、独自の共同体を築いていることが示唆されている。しかしダークシーカーへの憎悪と偏見を持ち、彼らを強く敵視しているネビルはそのことに気づいていない。 過去の物語を描く続編の制作が決定している。ネビルの娘マーディは、ウィル・スミスの実の娘であり、当時7歳のウィロー・スミスが演じた。また、ネビルの愛犬である、サム役のシェッパードは、合計3匹使われた。本作に登場する、米軍兵士は全て現役で、撮影の10ヶ月前に、イラクから帰国したばかりである。スタッフロールには、U.S. アーミーや、 ニューヨークシティ、ユナイティッドステイツなどと記されている。舞台であるニューヨークの撮影にあたって5番街で200日の区画封鎖を行った。無人の街を表現するために生活活動による影響を徹底的に排除しており、加えて全体的に CG 処理が施されている。ネビルとサムがゴルフに興じるシーンはイントレピット海上航空宇宙博物館で 撮影された。旧作では、吸血鬼とされており、行動こそは、ゾンビのように鈍いが喋ることはできた存在であったが、今作では、ダークシーカーは俊敏で喋ることはできず、全身の体毛及び太陽光、紫外線への耐性を失っており、太陽光の中では、数秒で死亡する。街中が、ダークシーカーで溢れていない理由として、ダークシーカーとなった者の,の多くが太陽光によ、 死滅しているるものと考えられる身体能力は人間を遥かに超えるもので、言葉を発することはなく凶暴なため、知能はないと思われていた。劇場公開版では曖昧だったが、実際には彼らにも知能はあり、感情も存在した。劇場版では、マネキンを移動させて人間をおびき寄せ、自動車にワイヤーを取り付けてトラップを作っていた。 ネビルがダークシーカーを捕らえるために使用したトラップを模倣したものと思われる。ネビルの家を襲撃した理由も劇場公開版では曖昧だったが、群れのボスがネビルに捕らわれた仲間、おそらく恋人を助けるためであった。彼らへの価値観を改めたネビルが人間に戻りかけていた女性ダークシーカーを元のダークシーカーに戻しておとなしく群れのボスに返すと、 ボスはネビルを殺そうとする仲間を止め、おとなしくどこかへと去っていく、という別エンディングが存在する。劇中では感染者及びダークシーカーと呼ばれている。ゾンビと思われがちだが、性質上は吸血鬼に近い。ネビルにとって彼らは怪物であったが、また彼らにとってもネビルは伝説の怪物だ。劇場で公開されたエンディングは、 公開1ヶ月前のスクリーンテストの結果、差し替えられたものであり、いくつかの設定や伏線が明らかにされていない。差し替え前のエンディングが特典映像として収録されているのは次の3種類である。セル用 DVD で2枚組でないものは特別版であっても未収録である。2008年4月24日、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより、ブルー、レイディスク。 DVD& の3フォーマットでリリース。2016年12月21日には 4K ウルトラ HD がリリース。近年に本作をリブートする動きがあるが、ウィル・スミスは出演しないとのこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。